ジョゼフ・アンソニー・ジョーペ・ペピトー・オーンは、アメリカ合衆国出身の元プロ野球選手、ニューヨークのブルックリンク生まれ、1962年に地元の MLB チーム、ニューヨーク・ヤンキースに入団。地元出身の天聖のホームランバッターということもあり、地元ファンからミッキー・マントルの後継者と期待され、1964年のワールドシリーズの第6戦で、 万類本類打を放つなど、1966年までは打率こそ低いもの成績を残していた。またサンドゴールドグラブ賞を獲得するなど、一類一種としての守備力には高い評価がされていた。しかし、もともと確実性に欠ける上に選球眼も良くないことから、1967年以降は成績が下降した。その上、 グラウンド外でトラブルを起こすようになるなどそこに問題があり、1969年シーズンを最後に所属契約を解除される。その後、ヒューストンアストロズ、シカゴカブス、アトランタブレーブスと球団を原点とした。1973年、ヤクルトアトムズは衰えを見せていたデイブロバーツとの契約を解除し、6月16日にペピトーンを獲得した。 ペピトーンは6月20日に初来日。3日後の対巨人11回戦の6回表に決勝タイムリーを放ったが、球団がペピトーンデート位置づけた6月30日の対中日12.13回戦ダブルヘッダーの第2試合を欠場。そのまま夫人との離婚裁判への出席を理由に無断で帰国し、解決後の8月8日に再来日するも、8月19日の 大半身22回戦を最後にアキレス腱を痛めて欠場。しかし、当時赤坂にあったディスコ、ビブロスにて朝まで踊り狂っている様子を何度も目撃されており、球団関係者からは、ペピトンのアキレス腱痛は病院へ行けば行くほど悪化していったとひねくられた。さらに、9月12日には治療という名目で無断帰国した。 しばらく部屋を共にしていたクリートボイヤーの手元に1500ドル以上に、上るアメリカへの長距離電話代と1000ドル以上の雑費の請求書を残し、ヤクルト球団がその支払いの肩代わりをすることになるなど、私生活の面でもトラブルが絶えず、また練習嫌いであったこともあって、手病を使って休むことも多かった。あまりの素行の悪さに、当時の三原治監督は、ペピトーンを、 来季の戦力に加えないようにとフロントに告げたが、2年、契約であったため残留となった。2年目となる1974年、オープン戦が始まっても来日せず、球団から球団指定日までに来日しないと、ところ属契約を解除すると通達されるも、ペッピトーンは、前年来日時の荷物輸送料金と犬の空輸料金を要求。 結局15日までに来日しなかったため3月20日にコミッショナー事務局に任意引退選手工事申請をして契約解除しヤクルトを退団した。最終的に日本で大した成績を残すこともなくまたあまりの素行の悪さに日本プロ野球史上最悪の外国人選手という評価を受けた。ありがとうございます。